さよならエリ、星4。この漫画はファイアパンチで全く噛み合わなかったギアが噛み合ったこの作者の才能を 120% 発揮したエンタメ作品であり、新海誠の君の名はのような品質の作品です。新海誠は寸止めするって癖があって、そのせいで大衆の受けの悪い、通好みの作家だったのぜ。君の名はは寸止めをやめて大衆迎合したから大ヒットした作品なのぜ。この漫画も藤本たつきの悪癖である気をてらいたがる癖が上手に噛み合っている作品なのぜ。主人公は母親が口の病でガメをベラすることが分かった頃から自分の映像を撮影してほしいと頼まれた少年で、なんやかんやあって母親がガメをベラした後にそのドキュメンタリー作品を学校で上映します。最後のオチで母親が死ぬことを受け入れられなかった少年は病院を爆破させるというオチを仕込みにました。これが観客からは酷評されてしまい、高氏しようとしたらエリと呼ばれる JK と出会って、そのエリにお前の映画は最高だったのに周りがお前の映画を酷評するのは許せないってことで主人公に徹底した映画の英才教育を始めるというシナリオ。ここからこのエリも口の病を患ってガメをベラするときに今度こそ観客全員をガチ泣きさせる映画を作れと言われてエリをテーマにしたドキュメンタリー映画を作るというシナリオ。まずこの少年が一発目で病院を爆破したオチは最高です。これ以上ないくらい気をてらえてますし、少年の心情がよく表現されています。次にこの作家は同人誌で作品を制作する作風が合っています。理由は編集がノイズだと判断して切られてしまう部分がこの作家の持ち味だからです。それとこの作家のこの作品は二面性を表現しており、ガメをベラした母親もエリも性格ブスであるという部分を上手に書けており、映画ジョーカーのリスペクトを感じます。とりわけこの作家が死ぬほどハリウッド映画が好きな部分がよくにじみ出ており、好きを表現することは読者を引き寄せます。最後のオチが藤本たつきの良いところでもあり悪癖でもあるのですが、この作家はハリウッドドラマのように気をてらいたがる癖があり、ファイアパンチでは気をてらった結果、主人公の妹をガメをベラした殉教者を洗脳が解けた人族として描くことで主人公の目的が吹っ飛んでしまい、物語の目標や整合性が取れなくなってしまうという事態に自ら追い込んだりという悪癖を持っていました。しかしこの漫画のこのオチと、主人公がせっかく会えたエリとは今後関わらないという選択をした部分はオールドクラシックなハリウッド映画好きがを上手に表現されており、この人オールドクラシックなハリウッド映画が好きなおじさん世代なんだなと感じる。ちなみに2020年以降のハリウッド映画監督はこの復活したエリと再び恋仲になって幸せに暮らすってオチを描くのぜ。これは一重にコスパと合理性を追求する若い感性と、シズル感を好む古い感性との違いなのぜ。